かがお過ごしでしょうか。こんにちは。ちょっと部屋がとても暗いんですけど、まあ許してください。なんか照明買わないとダメですね。なんかちょうどいい照明を。それかちょっと配信の今ある照明を活かせるなんかいい配置を考えなきゃいけない。こんにちは。湿気で前髪終わった。いや終わるよね。さえもこの後家出るけどさ、絶対前髪終わると思ってる。もうなんか全てを諦めた全てを諦めたよね。こんにちは。ということで本日はこれから私和田 TTC の練習をしに行くので、メイクをする配信にしようかなって思います。さやかちゃん準備配信、思考を凝らして最近ね、いろんな配信しようとしてるから、ちょっとスポンジを濡らしてくるね。濡らしてくるの忘れちゃった。配信前にやろうと思ったのに、なんか左耳だけ詰まってる左耳が詰まってる感じする。そういう時ない？みんな。よいしょ。こんにちは。あるよね、なんかすごい左耳詰まってる。めっちゃ気になる。なんでなの。わかった。なんだろう、配信画面をさ、もっと高いところからやればさ、上から光当たってるからいいのかな。スー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 。あ、ちょっと明るくない？上からの方がねえ、良さげな感じ。良さげな感じじゃない？こんにちは。ハローハロー。めっちゃうちのコンセントが映っちゃうわ。まあ別にコンセントぐらいいいか。こんばんは。こんばんは。こんにちは。ちょっとマッサージからやろうかな。今日さ、画面からめっちゃアウトするじゃん。こんにちは。ポニーテールかわいい。え、そんなポニーテールではないけど。こんにちは。そんな無理に褒めるとこ探さなくていいよ優しいね。今日湿度やばい、めっちゃ暑い。湿度が高いとね、気温が一緒でもすごい暑く感じる。遊びに来たよ。こんにちは。なんか窓開けたいんだけどさ、窓開けたら絶対に湿度がさらに上がっちゃうからさ。ただでさえさえ昨日洗濯したからこの部屋湿度やばいのに、 60% ぐらいあるのに。エアコンで今ドライをかけております。そう、なんかちょっとでも湿度下がってくれればいいけど、部屋の。さて、メイクしようっと。もうすでにさえの前髪は死んでるんだけど、何もしてないのにね、外出てない。不思議です。こんにちは。なんかこう急に配信見に来た人さえ何やってるか分かんないから、メイク配信って書いておこう。
はい、OK。こんにちは。部屋の模様替え全然終わらない。部屋の模様替えってさ、こだわればこだわるほどさ、終わりが見えてこないよね。なんかいい妥協点が見つけられることを祈ります。こんにちは。難しいよね、でも部屋作りって。こんにちは。みんな今日金曜日だよ。1週間が終わるよ。ハッピーだね。ハッピー。まあさやのね、アイドルはあんま土日だから休みとか特にないんであれなんですけど、むしろ土日にいろいろイベントとかコンサートあることが多いから、平日休みの方がまあ多いから、基本的にはみんなと、そのおかげでみんなと会えるんですけど、平日休みだと平日空いてていいよね。どっか行くとき、美容院とかさ、まあ、今は行けないけど遊園地とかさ、平日休みの方が友達とのスケジュールの合わせ方はむずいけど、一人で活動する分には便利。雨と湿度と二重マスクで顔周りの湿度も高くなってる。マスクね、結構やばいよね。1週間早いね。あと半日頑張れば土曜日が来ますよ。こんにちは。めっちゃくしゃみでそう、今めっちゃくしゃみでそう。別に寝坊はしてないよ今日。こんにちは。こんにちは。たまに月曜日が祝日になってるときは今日人多いなって思っちゃう。確かに。そう、祝日のときびっくりするよね。でも土日仕事に行くときとかは電車が空いててマジ快適。そう、電車空いてんのマジ快適じゃない、土日の朝。なんか、あ、今日8時ぐらいに電車乗んなきゃいけない、めっちゃ混んでるかもと思って、あ、今日土曜日だから空いてるみたいなことがまあよくある。そう、快適な電車に乗れるね、土日はね。こんにちは皆さん。今日久しぶりにめっちゃ長く寝たからめっちゃ元気。ここ最近ね、6時間睡眠で生活してたから、そう、いや寝れるとねいいね。めっちゃ本当早く起きる予定だったんだけど、まあ別にいいかって感じ。さやのショールームの時間が朝ではなく昼になったぐらいの変更なんで、まあいいかって感じ。あと動画編集が進まないっていうデメリットはありますね。こんにちは。東海道線は混んでる。東海道線は土日でも混んでるんですか。サイリー見て午後の仕事頑張れそう。ごめんね、メイク配信で頑張って。連休中に仕事で都内の道が空いてると、とても運転がとてもとてもとても楽しくなる。まあ空いてる道の運転ってやっぱ快適だよね。混んでると気使うところが増えるし、そう、なんかちょっと嫌だよね。こんにちは。
いや動画編集もしなきゃいけないしダンスの練習もしなきゃいけないからさ、どう時間を割り振っていくか悩んでいる。動画の編集でも早くやらないと YouTube さすがにサボりすぎだろって言われそう。もう言われてんだろうな多分、なんか見てないだけで困っちゃうな。マジ全然ね時間が取れなくて最近、そう困っとる。こんにちは。さあお肌が綺麗になったので次輪郭をなくしていきます。輪郭を削っていきます。結構雨降ってきた。マジ？午後の方が強いのかな。午後さこの家を出るんだけどさ、やだな雨の中行くの。もうだって着く頃にはびしょびしょじゃん。そのびしょびしょで レッスンするのやだな。嫌ですね。まあでも今日ちょっと意地でも何がどう夜更かししてでも動画編集を進めないと、さすがにもうダメだ。いや睡眠時間削るのが一番作業進むからね。結局今日朝ゆっくり寝れたし、少しぐらい夜更かししてもまあ体調に変わりはないでしょう。大粒の雨ね、大粒の雨ってめっちゃ濡れるよね。嫌だな。ちょっとまだね髪の毛さえ直してないので髪の毛うねうねしてるけど許して。部屋の湿度と合わせてうねうねしてます。待ってめっちゃチークついた。なんで？めっちゃ配信でわかるぐらいチークつ、めっちゃ変なとこついた。押さえておきましょう。こっちはいいんだ。こっちは。まあこんなもんでいいでしょう。風も吹いてんだ。やだね。そう、靴下の買い持ってかないとね、忘れないにしないと。夜遅くに連れて雨強くなる。いや終わった。もう帰りとかもう土砂降りの中さ帰ってくるじゃん。今日の夜配信はね多分ねあんま長くできないんですよ。帰ってくるのめっちゃ遅いから。なんでしかも多分濡れて帰ってくるから先にお風呂入るとしたらめっちゃ11時半とかさ、じゃギリギリの時間にやるかも。許して。まあ本業はねショールームじゃないから、それに関しては仕方がない。その分 TDC 頑張ります。眉毛を描きます。眉毛を、ああ眉毛描くやつは洗面所に置いてきた。取ってくる。こんにちは、こんにちは。ごめん、ちょっと今忘れ物を取りに行ってたから画面からアウトしてました。こ
こんにちは。よいしょ、よいしょ。やっちさん、くまちゃん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。かわいいくまちゃん、遊びに来たよ、やっほー。今来たやっほー。今日はね、朝っていうか昼の準備私にとってはまだ朝なんだけど、さっきお昼ご飯を食べたんだけどさ、私にとってはまあまだ起きて1時間半ぐらいなんで朝だなと思ってるんですけど、準備配信です。今から現場に移動だから見られそう。移動中に見てね。ごめん、メイクしてるわメイクしてるけど別に普通にさ、しゃべるから全然コメントしてね。めっちゃコメント拾ってるから。お腹いっぱい今日食べ過ぎちゃった。もう今日食べ過ぎちゃった。なんであんな食べちゃったんだろうってぐらい食べた。なんで夜は控えめにしよう。まあでも朝昼兼用だから多少量多くても全然大丈夫。前髪がもう決まらなくなっちゃった部屋の湿度にもう負けてるからさ、外出たら多分死ぬかも。前髪終わりです。まあしょうがないね、もうこの時期は湿度には勝てん。会社なんで無音で視聴してます。やっほー。昨日ねショールーム終わってね、すぐお湯を入れに行ってね、割とすぐお風呂入れたんだけど、めっちゃ長湯したせいでね全然寝るの遅かった早くお風呂に入れたんだけどちょっと長湯しちゃった。なんかめっちゃ昨日足痛くて寝れなかったんだけど、足痛に悩まされて昨日は寝れなかったっていう悲しかったことがあったんだけど、でそう普通に風呂で長湯した。でも風呂早く入れたからもう120点満点ですね。満点です。ちょっと目のメイクに入ります。マジ超足痛くて昨日、なんかさよくあるんですよ、私運動した後なんかもうふくらはぎの内側がマジ、まあ、寝れないぐらい痛くなる時よくあるんですけど、寝たら湿布貼って寝たら絶対に治るんで、もう今日は治ってるんで大丈夫です。そうで足痛すぎて筋トレは断念して寝た。頑張ろうと。だから今日はこの家を出る前に絶対に筋トレをしてから行く。そう本当にね、背の足はねいつも寝痛くなるから本当に良くない。原因がね分かんないんだよね。運動したからなんだけど、運動してそこまで痛くなることあるみたいな。低気圧が来るとやめ、いや違う、普通に運動したら痛くなる。そう
です。お、試験さんこんにちは。ごめんなさい、メイクしながらで。駅の中とかも滑りやすいから気をつけて。濡れてるから嫌だな。滑りにくい靴あったかな。ちょっとさ、よくこけるんで。雨の日にこけたら最悪だよね。服ベッドベトになるやん。嫌だよね。今日は珍しく天気悪いのに頭痛がまだ来てない。あら嬉しい。偏頭痛がまだ来てないのは嬉しいことじゃない。例えば偏頭痛持ってはないんですけど、きっと辛さはちょっと分かっているはず。今日なんか二重線おかしい。3本ぐらい線あるんだけど。二重って普通1本しか線ないのに3本あるんだけど、私今日どういう目なんでしょうか。こんにちは。風強いのやだね。雨だけだったらさ、許さないけど、雨だけだったらまあ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 って感じだけど、もう風と雨のダブルコンボはさ、確実に濡らしに来てるやん、こっちを。辛いよね。やだな、風吹いてたらだって傘絶対意味ないもんね。仕事戻るんだよ。頑張ってね、お仕事。本当に困っちゃう。傘折れるほどの恐怖。嘘、そんな今日強い？でも傘持ってくのやめようかな。でもカッパ着てくのはちょっと、レインコート着てくのはちょっとな。やだな、恥ずかしいよね。持ってるけどさ、遊園地とかで使うように一応持ってるけどさ、ちょっとやだよね。キャロンさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。で、指に茶色つけたまま手振っちゃった。今日のんびりメイクしてるよ。どうしよう、今日どういう感じのメイクにしようか悩む。ちょっとだけ見に来られた。あ、こんにちは。酸素と水素の結合体なのに布とかしみるとか未だに理解できない。まあその原子レベルで見るとそうだけど、あ、もう水っていう分子だから性質は違うからね。原子がくっついてるだけで。ミスさんにセリンからお誘いあるかもって7号にコメントしたらスイパラって書いてきた。なんかショールームでなんか言った人がいるらしい、ファンの方で。サイリンがスイパラ行きたいって誘ってたよって。私より先に言うからネタバレになっちゃったじゃないのよ。そう、昨日一緒に帰ったんだけどさ、アリス船長から。そう、そういえばコメントでスイパラ行こうって言ってたっての来てたよみたいな。私が言う前にミスは知ってた。誰って言ったの。全然いいんだけどね、全然いいんだけどさ。ファンの人から先に聞いてたらしい。まあスイパラはね、まだまだ先の話なので、1月に行きたいね。1月になったら今さ、痩せなきゃいけないから。痩せたらスイパラ行ってちょっとチートデイして、
でまたその頑張り、そのご褒美で頑張るみたいな、そう、そういうサイクルで生きていこうと今してるから、そうそうそう。高稲さんが雨風やばすぎて傘が壊れたとツイート。嘘、高稲さんでも壊れちゃうの？じゃあ今日は本当に風強いってことじゃんね。やだな。え、じゃあ今日壊れてほしくない傘は持ってっちゃいけないってこと？どうでもいい傘しか持ってっちゃいけないってこと？嘘、困る。せっかく傘もらったのに。なんか雨の日ってさ、ただでさえさ傘で片手がさ埋まるのすごい嫌な気持ちなのにさ、風吹いてたらその傘さえ意味なさないみたいな、最悪の日や。ちょっともう防水が切れてきてる、折りたたみ持ってくね。まあもうこれは壊れても仕方ないっていう傘持ってくわ。最近愛用してるやつはちょっと大事すぎて壊せないから絶対に持っていかない。なんか最後どっかで安く買った折りたたみ持ってく。まつげを上げております。あえて傘なしで外出、いやそれはあえてすぎるでしょ。レッスン所ついてびっくりされるよ、みんなに、サリンどうしたのって。だからいくら風が吹いててもさ、そのこの辺は濡れないじゃん。もうなんか足元とかさ、まあ、下半身は濡れるとしてもさ、この辺は守れるやん傘で。その傘差してなかったらそこもびしょびしょだからめっちゃ心配されるよ、どうしたのみたいな、途中で傘壊れたのって言われそう。心配されちゃうよ、さすがに。朝空になったコントラ引っ張ってベイブリッジ走ったらまっすぐ走れなかった。あー軽くてね、表面積がでかいから風の煽りを受けやすかったってこと。よかった事故らなくて。大変だわ大きいやつ運転するのも。こんにちは。かわいい、ありがとう。危ねえ、鏡落とすところだった。もうさ、まつげがさ上がらないんだよね、湿度高いと。まつげもさ湿気に負けるんだよね。こんにちは。サリンが使ってる傘はいいやつ？ビニール？私は折りたたみしか使ってないんだけど、最近今まで使ってたのはなんかどっかで買っためっちゃ安い折りたたみで、最近なんか可愛い傘をもらったので、ここ最近はそれ使ってた。雨の日とか、そう、風速15メートル超えてさすがに恐怖を超える。あ、結構強いんだよ風速15メートルは。まあ強いか、強いな、どう考えても強いわ。バイクでレインボーブリッジ乗ったら風にあおられて死ぬかと思った。バイクも結構そうか、車体がね細いから横からの
風を受けた時にバランス取りにくそう。確かに気をつけてバイク乗る人、風強い日には乗らないとかさ、橋は渡らないみたいな、デカめの橋渡らないみたいな、風めっちゃ当たるところはやめようね。街中走ってよ。ちょっとこの辺で完成を見据えてリップを塗っておきます。リップ塗っとかないとね、完成形がいつまで経ってもわからんのですわ。最近水防水の靴買ったら最強すぎて水たまりどんどん入っちゃう。水たまりを避けないで歩けるんだ、快適じゃない？それは快適だわ。さあ防水の靴もらってからまだ開けてないから、それ今日履いていこうかな。靴下ろし、なんか昔ハッツが同じ靴履いててお揃いだったんだよね。まあまださえは履いてないんだけど。橋渡らないと仕事場つけない。え、バイクで出勤してんの？普通の乗用車だったらそんな多少風に煽られるけど危険度は低いんじゃない？明日晴れるといいね。普通のスニーカーで歩いてる。でも靴下濡れちゃうよね。机がガタガタしてる。子供の頃水たまりに飛び込んだら予想外に深いといけなかった？いや子供の頃から水たまりに飛び込むようなやんちゃなガールではなかった。堅実ガールだった。丁寧に水たまりを避けて歩くガールでした。水たまり飛び越えるとかもしなかったね。完全に避けて歩いてた。目はできてきた気がする。こんにちは。かわいい、ありがとう。でも、配信始めた時よりは確実に可愛くなってる。メイクが完成してきたから。すっぴんよりメイクしてる方が好き。自分の顔、まあ当たり前か。すっぴんの方が好きだったら絶対メイクしないもんね。何を当たり前のことを言ってたんだ私は今。けんさんこんにちは。こんにちは。雨なのにこれから出勤で泣けてきた。同じく
なんか午後の方が雨が強くなるという噂を聞いて。午後から動き始めるから半泣きです。そう、可愛いは本当作れる。マジキャンメイク東京って感じ。CM 14時とかがすごい。終わった、さやかちゃん終わった。今日絶対にレッスン場着く頃にはもうびっしゃびしゃになってる。雨の日とか本当リモートワーク最強だよね。ちょっと待って、マスカラしてると全然話せない。よし、ごめん、コメント全然読めなかった。最近もメイクの勉強とかしてんの？割と見てる。なんか最近流行りのメイクとかさ、割と真面目にやってるのよ。私もこう見えて、こう見えてね、やってんのよ。ちょっと左右非対称だから対称にしていきます。感じ。これでショールもあったらめっちゃ自撮りしてるわ多分さ。せっかくメイクした日は自撮りするから。でまたそういうのがプラメで送られていくと。私のルーティーンですね。ルーティーンなのか、別に毎日やってるわけじゃないからルーティーンではないか。メイクしたら写真撮ってプラメに載せる、忘れなければっていう。でも割と忘れる。3回に1回は忘れるから割と忘れてます。だから割とルーティンになってないです。ヒラリンさんめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。でも今日の夜配信は多分すっぴんでやってるかも。多分雨と汗と疲労でメイク崩れてるから、多分早くお風呂入りたいから濡れちゃって、そうだから割とすぐ風呂入ると思う。帰ってまず風呂入ってショールームしてると思うわ。なんかちょっと軽食を食べながらショールームとかしてるかも。わかんない。でもどのタイミングで夕飯食べよう。本当はさ、6時とか7時のくらいに食べたいんだけどさ、その時間にさレッスンとかしてるとさ、なんか夕飯をいつ食べたらいいか見失うんだよね。時間を完全に見失う。そう、風呂先に入るとね強制的に早く寝れるんだよ。そうなの、よく知ってるね、さやの生態を。こんだけさやがずっと言ってたらわかるか。できた気がする。なんか忘れてる工程がなければできた。今日髪型どうしようね。見て、髪ゴムめっちゃちぎれた。今朝ちぎれちゃった。昨日出したばっかなのに新しいの。よいしょ。こんにちは。そうそう、トワイスカムバだから島の時にまた見て。なんかあれ、バンダナみたいな、おしゃれなバンダナみたいな衣装着てるやつですか、新しいカムバ。こんにちは。
この前岡部さんがレッスンか何かで休憩時間がなかったことにご立腹でした。結構あるあるなの。まあ今日最近みたいにコンサート直前とかだと忙しくってそういう時もまあある。しかもりんちゃん、オーディションのメインメンバーだからなおさら忙しいと思うよ。もうダメだ、髪の毛が湿気でうねりうねりうねりって感じ。こんにちは、ストレッチャーかわいい、ありがとう。あ、そうそう、夏っぽいやつ。そう、あれかわいいよね、衣装。でもなんか値段見たらめっちゃ高かった、あの衣装。うねうね。祝宴です。お、試験さんありがとう。すごいいっぱいウェディングの花が落ちてきてる、かわいい。キャワタニエン。てかさ、昨日の夜めっちゃドボン配信したじゃん、超楽しかったあれ。バリ楽しかった。こんにちは。よいしょ。髪染めたりするん？え、なんか最近めっちゃ聞かれる。全然染める気ないけど。染めてほしいってことなのかな？いっぱいコメント来るってことは。割と望んでいる人が多い説。でもお金かかるよね、髪染めるの。なんかもう結局そこに執着する、全てのものは。全てのものはお財布への負担につながっていくからね。そう、前髪が長いよ、ピロン。でも前髪切るよ、もうすぐ。オーディションの前に確実に。それただ見てみたいだけなんで気にしないで。で結構さ、そういう人多いよね。なんか染めたの見てみたい派の人と黒髪好き派の人に結構大きく分かれてる気がする、私のファンの人ね。聞いておきながら逆にやったら叩くパターンもあるか気をつけて。まあでももし染めるとしたら本当に私が心から染めたいって思った時だと思うから、もうそういう時はだってなりたい自分になったんだからさ、いくら叩かれたってまあそれはしょうがない。なりたい私とみんなの見たい高橋さやか像がちょっと相違があっただけって感じ。そうそうそう、だからそれしょうがないよね。こんにちは。やるならバチバチの金髪とかピンクとか。え、わかる。さあもうなんかさ、めっちゃ白に近い金髪あるじゃん。まあさ、あんなにブリーチしたら多分髪の毛死んじゃうんだけど、なんかやるならあそこくらい来たよね。なんかちょい明るめの茶髪とかでやらないと思う、多分。そう、ちょい明るめの茶髪とか絶対やらないと思うわ。やるならもうなんかもう白っぽい金とか。でもさ、毛先さえ青く染めた時にさ、ブリーチあれ多分3回やったんですよ。その時になんか4回やったら多分さえの髪はちぎれちゃうって美容師さんに言われたのね。で、その3回のブリーチだと結構まだ黄色かったの。だから多分さ、あの白い金髪にしたいんだったら多分髪ちぎれる。髪ちぎれるね、私の髪の毛ね。美容室から帰ってきました。染めてきた。お、何色にしたの？いいね、夏だしね。そうそうそう、夏だしね。なんかもうちょっと傷まないブリーチとかないのかな。そう、なんか4回やったら最後髪多分やばいねって言われた。そう、
3回色落とせばさ白とか入れられるのかな。あの白っぽい金髪ってどうやって作ってんだろう。めっちゃ色抜いて白になるのか、それともブリーチで黄色っぽくなるけどそっから白を入れてあの白になってるのか。なんか そういう染め方したことないから未知すぎる。しけんさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。染めるときにハケが頭皮に当たる感覚苦手だけど染める。いや苦手なのを乗り越えて染めるとねやっぱ楽しいからね。ピンクとかもいいよね。ひーちゃんがあの日本に帰ってきた時のピンクすごい好きだったんだよな。そうやるならもう今のあやねちゃんとかめっちゃいいよね。でやるならあれぐらい振り切りたい。そうやっぱそのピンク系とかさ暖色系かわいいよね。でも緑とかもまあかわいいんだけどちょっと奇抜すぎるかなって感じ。ピンク系だったらあやねちゃんとかひーちゃんとか見てるとあれだけど衣装とすごい合う気がする。あでも青とかも結構合うか。フェイズ1とか見てたらまあ何でもいいんだろうな。顔だ顔。あもうメイクします。メイク終わってるから消していいや。やるなら誰かと被らない方が漏れなくてよくない。でもピンクだったら今さあやねちゃん髪短いからこんな長いピンクいないからさ全然差別化を図れると思うけど。そう髪の量多いんです私。もうね今日湿気でねなんかみんなが個性を持っている髪の毛一本一本が個性を持っているからすごい広がってます。こんにちは。でもちょっと髪の毛痛むしお金かかるからあと時間かかるらしいんだよねブリーチやっぱすると。だって毛先染めただけでさ4時間ぐらいかかったんだよねそれあれ。ってことは全頭染めたらやばそう、ね、家帰るなそう。もう一日オフの日とかに行かないと。でもさ私が急にさピンクとかにしたらさメンバーもファンの人も超驚愕じゃない。どうしたみたいな。サリどうしたってなりそう。めちゃくちゃおもろいけどな。そうちょっとひーちゃんとあやねちゃんリスペクトでへへへみたいなになりそう。じゃあおもろいけどな。じゃあおもろい。自分がボブの時金髪にした時は6時間。えぐっ。やっぱそれぐらいかかるよね。そうなんだよね。都会に染まったとか言われそう。それな絶対言われるわ。全然田舎でも今派手髪めっちゃいるのにね。長野県にも全然めっちゃいるけど、うちの友達とかキンキンだしね。長野でキンキンだからねうちの友達。そう普通に大学生だけどめっちゃ真面目な大学生だけど髪色だけ遊びますみたいな。結構さもうさ都会だからカラフルとかじゃないよね今。田舎でも全然いるよね。あと結構年配の女性とかがめっちゃ明るい綺麗な色入れてる方とかいるからなんかあこういう年の取り方したいなって思う。そうなんか年配の女性とかがピンクとか入れてたりするとさやもう絶対にそれぐらいの年齢になったらやろうって思う。ファンキーな感じでいいじゃんね。めっちゃ良くない。めっちゃいいよね。いいな楽
しい、想像だけで楽しいな。でさ、美容院6時間って何して待ってるんだろう。 YouTube とか見るってこと。でもイヤホンに色ついちゃうもんね。ずっと永遠にお絵かきロジックやろうかな、私だったら。ゲームしてたらいいのか。スイッチとか持ってくる人とかいるのかな、美容室に。もう時間かかるからスイッチしますみたいな。めちゃくちゃおもろくない？めっちゃ本気で。なんだ今スイッチのいいゲームなんだろう。最近ちょっと開いてないからわかんないけど。スイッチとかさ、画面を前の机に置いてさ、手こうやって下ろしたままゲームできるからさ、割とそういうところでやるにはいいよね。この間 VR のゴーグルしてる人いた。美容院で？え、それはやばくない？ VR のゴーグルしたら美容院の人も困らない？こんにちは。今度ポケモン出るから友達がされてた。あ、リメイクですか？ダイパのリメイクだっけ。なんかめっちゃ話題になったよね。多分サイは買わないけど。もうソード&シールドの方をまず全クリしないと。一応多分最後まで行ったのかな。どこまでやったか忘れちゃったけど、久々にやろうかな。せっかくスイッチ持ってることだし、高いスイッチ買ったことだから、さすがにやろうかな。ダイパって訳すんだよ、ダイヤモンドパールね。なんか全ポケモンユーザーが待ちに待ったリメイクだって言ってたよ。なんかダイパがめっちゃ、もう本当に今までのポケモンでめっちゃ良かったみたいな。そうそうそう。映画見に行ってポケモンもらったりしてた。あったね、ポケモンの映画見たらなんかもらえますみたいな。まあそれ見たことないからわかんないんだけど、ポケモンとかしんちゃんとかコナンくんとか映画見たことないからさ、あれなんだけど。いいね。なんかでも懐かしくない？なんかさ、 3DS でさ、めっちゃどう盛り上がってたのでさ、そのセブンイレブンで通信したら、そのなんか特別な家具がもらえますみたいな、あったのね昔。そういうのと同じ感じだよね、その思い出あったなぁ。 3DS の時よく行ってたわ、コンビニとか行って受け取り行くみたいな。懐かしいよね本当。なんでさ、 3DS のどうもりはめちゃくちゃバチボコにハマってさ、一生やってたのにさ、スイッチのどうもりすぐ飽きちゃったんだろう。もうなんかそういう年じゃないのかな。動物の森にハマれる年じゃなくなっちゃったってことなのかな。成長？その成長ちょっと嫌なんだけど。こんにちは、こんにちは。悲しい成長なんだけど、もっと純粋にゲームを楽しめる年に戻りたい。なんか今あんまなんかできないんだよな、長時間ゲームが。どうしてなの？あ、でもちょっと動物の森はもうちょっと極めたいね。今ちょっとご無沙汰だから。大人になるって悲しいことだね、非常に。ちょっとお茶飲みたい。ずっと喋ってるとさ、喉乾くよね。あ、さっき配信始めた時より一度下がってる部屋が、エアコンつけたことによって涼しい、最高。こんにちは。でもさ、多分アイドルをもし辞めたらめっちゃ暇になるじゃん。この日々のレッスンとかが一切なくなって暇になるやん。したら無限にゲームできるようになりそう。なんか全てのあれやらなきゃこれやらなきゃがなくなるから、もうなんか全力で楽しめそうな気はする。まあ、別にまだ辞めないからそんな日は来ないんだけど。こんにちは、初めまして。お、こんにちは。
毛が。ゲーム三昧ってのもしんどくない？え、どうなんだろう。でもさ、家から出ないと病むから、程よく家から出ないといけない。そうだから、なんか楽しいバイトを見つけないといけないね、もし辞めて暇になっちゃったら。そう、それはありますね。待って、今日髪型どうしよう、悩むな。湿気に勝てる髪の毛ってないのかな。髪型絶対さ、ストレートにしても今日髪の毛死ぬんだけど、ポニーテールにしても髪の毛死ぬんだよね。こうパヤパヤ出てきちゃうわけで、巻いても巻き取れるから。え、な、雨の日ってどうしたらいいの。髪の毛どうしたらいいんだろう。あー、三つ編みね。うん、確かにいい案ですね。ワンチャンありです。三つ編みあり。あ、別にさ、こう二つ縛りとかでもいいよね。そしたらあんまりパヤパヤ出ないから。あ、天才だな。三つ編みありだね。きっちきちに結んでいくってことでしょ。でさ、きっちきちに結ぶとさ、なんか昭和のなんか女子高生みたいになっちゃうんだよね。お下げだって髪の量多くて締め縄になっちゃうんだよな。それでメリットあります。さ、自分でお団子作れないんだよ、髪の毛。あの日は諦めてる。いや、それな、フィッシュボーンさえ自分の髪の毛でできない。人の髪の毛だったらできるけど。会議行くわ。お、お仕事頑張ってね。ありがとう、見に来てくれて。いったら、マジでちょっと今ゴムがないからこれでちょっと保持しとこう。けさん、こんにちは。こんにちは。ランマ2分の1みたいな髪型やる人っていない。ランマ2分の1ってどういう髪型してたっけ。後ろで三つ編み下ろしてるみたいな感じだっけ。あれ、ランマ2分の1ってどんなのだったっけ。めっちゃうろ覚えで全然髪型出てこん。今見たことないし、ランマ。なんでお湯をかぶると戻るんだっけ。なんかあったよね、見たことないけど、なんとなく知ってるよ。ほら見て、昭和のなんか女子高生みたいになっちゃうの。めっちゃ黒いセーラー服ってそうじゃない、黒地に赤とかの。あとね、太さが違うわ。左右で、真ん中で分けなかったから。ね、着てそうでしょ。ちょっと昭和感出ちゃうんだよね、さゆみちゃんにすると。顔的になのかな。顔が多分割と古風な顔だからなっちゃうんだよね。普通にこうやって縛っていこうかな。そしたらさ、この下がさ、いくら広がろうとさ、こっちにしたこっちゃないって感じ。したこっちゃないって感じでいこうかな。チケさん、こんにちは。こんにちは。そう、朝ドラヒロインみたいになっちゃうのよ。一昔前の朝ドラヒロインみたいになっちゃうのよ、髪型が。そう、素朴になっちゃうのよね。なんかだってバス停にいる帽子の学生服をかぶった男の子のところに走って駆け寄りそうな髪型じゃん、今の。困りましたね。梅雨の髪型ってどうしたらいいんだろうな。
こんにちは、こんにちは。なんかムシムシしてる。ムシムシしてるよ、すごく。ムシムシしてる。湿度が高い。こんにちは。嫌ですね、ほんと梅雨。ちょっとよいしょ。めっちゃ降ってるじゃん、ほんとに。ほんとに激降りじゃない？外やばい。嫌だな。大爆発してるけど髪の毛やばくない？今日量めっちゃ多く見えない？本当に本当に湿気すごいんだな。髪の毛でわかるわ、さやの今日の湿度が。今日ちょっと寒い。あ、そうなんだ。じゃあちょっと暖かい格好していこう。ワンピースで行こうと思ったけどズボン履いていこうかな。ちょっと肌寒い中雨に濡れて帰ってきたら普通に風邪ひきそうだから暖かい格好していきたい。夕方くらいまでが東京のピーク。あ、そうなんだ。じゃあ帰宅時は割とマシかもね、夜になったら。ピット祭りの三つ編みはさっきの三つ編みとやり方違うよ。そう、動くと汗出る。いや、そう、汗かくよね、湿気ある日って。いつもよりめっちゃわかる。なんかベタベタするよね、体が。超わかります。こんにちは。こんにちは。九州の方は大雨で避難命令かなんか出た。あら、そうなんだ。地域によっては結構本当に災害レベルの雨が降ってるんだ。みんな気をつけてくださいね。そっかそっか、困りもんですな。周りの湿度が高すぎて汗が自然に蒸発してくれない。確かに、確かにね。もう飽和されちゃって、これ以上空気に水が入れないからね、湿度高すぎるとね。こんにちは、少しだけ見に来ました。お、こんにちは。やっほー、ありがとう、見に来てくれて。いやー、今日これさ、あくびしちゃった。今日も頑張っていかねばだな。こんにちは、初めて見に来ました。お、こんにちは、ありがとう、来てくれて。ここからよろしくね。じゃあみんな今日は湿度がバチクソに高いけど頑張っていこう。いやね、ほんと。じゃあ傘が壊れないようにだけ祈るわ、自分に。うん、ちょっと風が強いという話を聞いているので、壊れなかったらまあもういいかな。そう、転ぶことなく目的地に着き、傘も壊れなければいいってことにしよう。今日多少足元やら何やらが濡れるのはもうなんか諦めの気持ち。うん、でもしょうがない、諦めです。あと風邪ひかないように暖かい格好して、夜帰ってきたら早急にお風呂に入って体を温めたいと思います。
こんにちは。楽屋でメンバーが寝てると写真撮るのあるある。絶対撮る人一人はいるね特にエイトは。そう、こんにちは。雨は嫌だけど6月はジュンブライドやアジサイのこと考えればいい。そう、まあ好きなんだけどね、6月。6月は好きなんだけど、今日の雨は風強いらしいからちょっと嫌風がない雨がいいね、一番ね。ただいま、さっきより可愛くなって。そう、メイク終わりました。後で自撮りしておきます。今日夜何食べようかな。すぐご飯のこと考えちゃう、最近。暇すぎて。なんか暇ではないんだけど、やっぱご飯に重きを置いてるから、重視してるから。あ、でもあれだな、家にいて暇な時よりご飯のこと考えてないな。暇じゃないんだな、多分今いること多いから、なんかお昼とか夜のことあんま考えてないかも。直前に考えてるかも。いいことですね、暇じゃないって。ちょ、角度おかしいけど今ね。カレーいつにしよっかな。でも冷凍の煮物を全部食べ終わって、今日はね、夜魚にしようかな。冷凍に魚があるから。となると明日時間があれば明日作ろうかな。そろそろ作ってもいいかな。そう、カレーライス、これから数日カレーライスの日になるけど、私ももちゃんの配信、食べ物の話になると牛丼の話になる。ももちゃんめっちゃ牛丼好きだよね、よく食べてる。そう、どうしてもお寿司食べたいから友達誘って食べる。うわ、最高。さやもお寿司食べたい。でもなんか最近、あ、初見さん始めました、ありがとう。レッスンとかでさ、まあ、昨日とかそうなんだけど、ちょうど夕飯時にレッスンとかだとちょっと空いた時間に、前までだったらコンビニに行ってなんかちょっと軽食買って食べたりしてたんだけど、そう、なんか最近お金のことを気にしてコンビニで一切買わなくなった。コンビニのレシートが出なくなった。昨日ミスターと一緒にコンビニに行ったんだけど、何にも買わずに帰ってきた。うん、やっぱ高いしいっかみたいな。ついに魚食べれるの？え、逆に食べられなく見えますか？魚食べられない人の方が少数派じゃない？さ、もうコンビニで買えなくなっちゃった。もう財布の紐を肩にしてある。そう。だからもうね、でもさ、お腹空くとさ、電池切れちゃうタイプだからさ、昨日の帰りとかお腹空きすぎてさ、帰りミサと話してても頭全然回ってなかったなんかあんまりどうやって家帰ってきたか覚えてないんだよね、昨日お腹空きすぎて。帰ってきてすぐ食べたけど。そう、でもなんか今日雨って聞いてたから、昨日のうちに多分買い物して帰ってきたから、多分相当偉いと思う。なんか雨の日にあんま買い物したくないじゃん、濡れちゃうし物とかも。え、だから最近お菓子も買わない、ジュースも買わない、てかなんなら外で飲み物買わない家でいつも水筒に水お茶入れてっから。あとコンビニでご飯買わない、お惣菜も買わない、何にも買ってないじゃん最近。堅実すぎじゃない？ストレス溜まりそうになったらちょっと解禁しようと思います、たまにね。やばいよね、お菓子全然食べてないんだけど。
なんか甘いもん食べたいなって思うけど、でもこれに300円かってなったら お財布開けないんだよね。今ちょっと雨収まってるかも。マジでも今出ても早いわ。今日遅いのよ夜集合が。そうそうなの。でもせっかく今日外出るしさ、遅いからさ、夕方ぐらいに家出てさ、ちょっと家電量販店に寄ってテレビとか、もうもし見れたら家具屋さんも行って家具見たいけど、見てなんか目星つけていきたいんだよな、これ買おうみたいな。そう、読みにしたいメンバーランキング、マリアちゃん超えしちゃう。いやマリアちゃんには勝てないですよ。マリアちゃんってさ、なんであんなに奥さんにしたく感じるんだろうね。私男性じゃないけどさ、めっちゃ気持ちわかるんだけど、マジでマリアちゃん家にいてほしくない。え、そう、まだテレビないな私。マリアちゃんほんと可愛いんだよね、本当に。え、マリアちゃんなんかあんなしっかりしてそんな感じだけど、意外と寂しがり屋だし、なんか多分甘えん坊気質だと思うんで、もうバチバチに可愛いです。はい、今舞台やってるからね、応援を届けている。そう、念で届けてる応援を。本当に可愛いんだよねマリアちゃん、めっちゃ好きなんだけど。お家帰ってきてさ、ただいまって言ったらマリアちゃんがおかえりって言ってくれたらさ、なんかもう一日の疲れなんてさ全部吹き飛びそうじゃない？わかる？そう、マリアちゃんなんかあんな A ちゃんの中では結構しっかりしてるし、あのメンバーのこと気配ってくれてるのに、なんか家族の前だと多分そう甘えん坊気質な感じらしいんですよ、マリアちゃんから話を聞く限り。そんなん可愛すぎるやんね。しげさこんにちは、こんにちは。あとこの前ツイッターに書いてたけど、なんか電車反対に乗っちゃったみたいなツイート可愛かったです。意外と抜けてるんだと思って、しっかりしてそうなのに意外と抜けててびっくり。そう、地形さんこんにちは、ね、めっちゃわかるでしょ。そうなんだよね。でもマリアちゃんはさやがショールームとかこう裏でこんなベタ褒めしてるの知らないと思う。傘もよく忘れるんだ。なんか最近そのコメント多かったわ、そういえば。マリアちゃんが電車に傘を忘れるみたいな。めちゃ可愛い。しっかりしてそうなのに置いてっちゃうんだな。かけたりしちゃうのかな、あの手すりのとことかに。そうするとそのまま降りちゃうのかな。めちゃ抜けてるじゃん。可愛い。折りたたみ傘おすすめしたいわ。ね。一度しか使ってない傘も忘れた。ショック、それめっちゃショックじゃない？一回しか使ってない傘なくすのショックだな。ね。なるほどね。大変だ。可愛いねマリアちゃん。すごい好きになっちゃうわそんな。だから高い傘買うのやめた。え、ブランドの傘忘れてっちゃったの？はあ、ショック、それはショック。あ、しげさんフォローしました、だってありがとうございます。これからよろしくね。メールでたまに傘忘れたと報告してくる。キャワタンなんだけど、うわ高い傘電車置いてきちゃうな、ショックだな、夢に出てきそう、あーって。
や本当あんなねしっかりしてそうでさ調理師免許持っててさなんかめっちゃしっかりしてそうなのにさなんかそういうとこ可愛くね。ダメだよみんな推し変したらマリアちゃんが可愛いからって気持ちはわかるけどダメだからね。でもさ傘忘れたことあんまりないかも。あまり傘はさ持ち歩かないんだけどあの普通のでかい傘は折りたたみで生きてるからなんか手にこうやってずっと持ってくの嫌だから家なんていうの建物の中に入るときはもう袋に入れてカバンにポンって入れたい派だからそう折りたたみしか持ち歩かないんだけどでかい傘使ってたときはそんな忘れなかったかも。かわいいねマリアちゃん。いやーねまあみんなも気をつけようこの時期行きは雨降ってたけど帰りは止んでるみたいなことこれから多分あるから気をつけようみんなもマリアちゃんみたいにならないようにマリアちゃんにも気をつけてほしいけどみんなも気をつけていこう私も気をつけます。いやー可愛いなマリアちゃんいいよね本当。昨日油断してたら夜雨に降られました。私ちょうどね雨降ってない時に帰ってこれたんでねマジでよかった。昨日傘持ってかなかったのよ天気予報見たらさ全然雨じゃなかったからそのにわか雨みたいなやつやばいよね。いや降るんか今日みたいな。こんにちはこんにちは。マリアちゃん一人暮らしして雲が出てママって言ってたね。ツイッターで書いてたよねあれ可愛かったんだけど、まあ、私も雲は無理だから本当に半べそ書くけど多分出たらえこの家出たらどうしよう私死ぬかも。そうめっちゃ可愛い。今日は一日休みだから徹底的にこもります。いやそれはねいい判断だと思うよ。今日みたいな天気の日はもう家が出ないに限るよ休みであれば。仕事の場合はね出なきゃいけないからしょうがないから私も出るけどさ休みだったら出ないに限るよ。夏場にあるあるだね雨降っちゃうのはね夕方にね。配信中に G も出たらしい。配信なんてする場合じゃないよねもうそんなんなったら困ったな。 G も出ないでほしいな。だってこっちの G ってでかいんでしょ。長野のさ一回だけ見たことある家に出たんだけどさそうすげえちっちゃいのよ長野県とか寒い地域の G って。うわもう想像するだけでだから想像するのやめるわ。ゆっくり休んでください。あでも私は全然お休みじゃないので頑張ります。サリーも配信中に虫いた時めっちゃしてた。そんな時あったっけ。全然もう覚えてないや全然覚えてない。こんにちはこんにちは。出たっけ？全然覚えてないな。関東生活10年ぐらいだけどまだ家の中出たことない。あじゃあ部屋きれいにしてるってことじゃない。6年一人暮らしで関東でしてるけど1回も出てない。部屋きれいかつその近隣の人もきれいにしてるってことじゃない。やっぱ隣の部屋から来るとか全然あるらしいからね。隣の部屋がゴミ屋敷とかだとめっちゃ来るらしいよ。だからその住んでる場所の周りがみんないい人なんじゃない多分。
自分も綺麗にしてるし、え、そうそう、それ絶対虫に会いたくないから引っ越す前にバルサン焚いたし、ブラックキャップを部屋の至る所に置いてるよ。そう、ブラックキャップが一番効くらしい。そう、初見ですお、ありがとうございます、こんにちは。そう、絶対に会いたくないからね、虫に。何があっても会いたくないから、めっちゃ念入りにしてあるよ。こんにちは。いや大事よ、やっぱ予防が一番大事なんだから、出会う前にやるっていうのが。なんか出会わないまま過ごせることを祈ってる。でもさ、一昨日夢に G 出てきたから本当に最悪だった。寝起きマジ不快だったね。終わったと思って、すごい嫌だった。こんにちは、こんにちは。これから G の季節。そうなの、夏活発なの。うわ、やだな。絶対に出会わないって信じてる、私信じてるよ。ブラックキャップたち、やる気出してほしい。やだな。こんにちは、こんにちは。昆虫食の時代に多分来ないと思うけどね。このまま、その、まあ、食べたい人は食べるし、別に食べたくない人は食べないみたいな感じになると思うよ。夜意外とネズミがいる。あ、そうなんだ。ネズミはちょっと可愛くない？そうでもないか。タイは可愛いと思っちゃうけど、そうでもないのかな。いろんなものを食いちぎるから家には良くないっていうね。嫌だな。まあでも害はないから冷静に対処するべきだよね。なんか毒があるとかさ、噛んでくるとか、そういう害はないわけじゃん。冷静に対処していきたい。で、クモだけは別、もう見た目が害。そうそうそう。小さい頃ネズミ可愛くて家に連れて帰った親にすっげえ怒られた。怒られるだろうね。怒られるだろうね。可愛いけどね。ネズミ見た目は可愛いんだけど、なんかネズミとかさ、モグラとかさ、うん、その害獣だけど見た目は可愛いやつは、まあその明らかに家に害はあるんだけど可愛いから、なんかちょっといいよね。ちょっと許せるよね。やっぱ見た目って大事だよね、本当に。見た目の重要性高いと思う。全生き物の見た目が可愛くなるべきだと思う、やっぱ楽しい共存のためには。そう、さやそう思ってるよ。まあそんな感じでちょっと終わりにしようかな。1時間半ぐらいやっちゃった。まあ今日夜あんまりできないからね、朝いっぱいやっておこうとは思っていたけど。よーし、
じゃあランキングで終わりにします。みんな付き合ってくれてありがとう。13位ちゃん将軍さんありがとうございます。12位けんけんさんありがとうございます。11位大官さんありがとうございます。10位ゆやくんありがとうございます。9位こぞさんありがとうございます。8位フォーコさんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位わさっぴさんありがとうございます。4位やすさんありがとうございます。3位ひらりんさんありがとうございます。2位ケロンさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございました皆さん。ということで、まあもう午後なんですけど、午後からもみんなお仕事やら何やら頑張ってください。私もちょっと雨と風に負けずに家を出たいと思います。頑張ります。猫くらいの大きさのネズミが出る。こんなでかいのは出ないでしょ。それはもうカピバラじゃない。はい、では皆さんまた夜お会いしましょう。夜は遅いと思うし、終了時間にもよるけどワンチャンできないかもしれないという可能性はなくはないので、まあそうなった場合も許してください。できたらやります。多分やっても短いとは思うけど。ではまた夜にね。バイバイ、付き合ってくれてありがとう。またね、午後も頑張って。金曜日だからラストだよ。バイバーイ。